って奇遇だな。仕事は順調か？君たちやカウン先輩のおかげでだんだん慣れてきたわ。でも最近仕事中に気が散ってしまいがちで落ち着かないの。話すと長くなるんだけど、父上が体のことを理由に天数を辞任することになって。はい、天王寺に何かあったのか？正確には父上曰く体の不調はないらしいんだけど、気力が落ちてきてるっていうの。誰しもいつか老いる日が来るってよくそう言っていたけど、実際に顔のシワがどんどん深くなっていくのを見ていると、やっぱり何とも言えない気持ちになるわ。そうだ、父上は今頑丈茶室の2階にいるから、よかったら会っていってあげて。父上は君たちのことをすごく気に入ってるみたいだから、もし話をしに行ってくれたらきっと喜ぶと思うわ。そうだな、じゃあ早く行こうぜ。また珍しい客だ。歓迎するよ。ケイシンや下にいる店長に新しく届いた茶を入れてくるよう頼んでくれ。聞いたところによると、お前さんたちはいろんな場所に行ってるらしいな。わしもお前さんたちの冒険談をぜひ聞いてみたいよ。もうケイシンから聞いているようだな。だが心配するな、体は大したことないんだ。歳月人を待たずと言ってな、ただの老いさ。年を重ねるにつれ、いろんなことが思うようにこなせなくなってな。ここ最近は気力もめっきり減ってしまった。皆はわしを高く評価してくれているが、ボケないうちに天数の座を次に譲ろうと考えてる。天数の座を譲るのって面倒なんじゃないのか？リーユエ七世の中でも天数は比較的特殊な存在なんだ。歴代の天数はほとんど公には出ず、その多くは背後で策を考える裏方だった。公開選考に向く役職じゃない。それに候補者ができるだけ各方面や勢力からの影響を受けないようにしたり。だから審査や任命は比較的内密に行われるんだ。そんなわけで、一般的に天数の公認というのは前任天数の意見と残りの七星による承認によって決まるんだ。つまり天王寺が候補者を推薦して、国政や上皇たち七星が任命するってことか？そうだ。だが今のわしの体調を考えると、候補者を一人一人選別する余裕はないだろう。まあ心配する必要はない。このために能力の秀でた視察官を特別に連れてきた。そういえばお前さんたちもすでに彼女に会ったそうだな。お？誰のことだ？あら、ひどいわね。この間会ったばかりなのに、もう私のことを忘れちゃったのかしら？エラン！そうよ、天王寺に頼まれて、私が3名の候補者を調査することになったの。君も一緒に来ない？次の天数と事前に知り合える、またとない機会よ。お前はどう思う？確かに、次の点数が誰になろうと
オイラたちとは関係ないもんな。でも天王寺がどんなやつを候補者に選ぶのか、オイラちょっと気になるぞ。やっぱり見てみようぜ。じゃあそれで決まりね。そういえば天王寺、あなたは普段光の当たらない裏で策を企てるのが好きみたいだけど、私も闇の中での行動には慣れてるわ。私も天数になれる素質があると思わない？え？ユラも天数になりたいのか？わしは構わんが、お前さんは行幸とも長い付き合いだろう。彼女がお前さんを簡単に手放すとは思えんな。ではこうしよう。もし視察の結果資格のある者が誰もいなければ、お前さんを推薦しよう。いいわ。まあこのことは別に急ぐ必要はないものね。それと視察についてはすでに手配してあるわ。あとで一回で会いましょう。それまで君たちは話の続きでもしてね。それから代金はいらないわ。頑丈茶室の新たな主として質のいいお茶ぐらいはご馳走させて。話は済んだかしら？天王寺、元気なさそうでずっとうとうとしてたぞ。ええ、こんなことを言うのは気の毒かもしれないけれど、今の天王寺の精神状態じゃこれほど複雑な仕事をこなすのは無理ね。天王寺の推薦した候補者は全部で3名。官位、名伯、地位よ。官位は豪商の生まれよ。明白はリーウェイ総務士に勤めていて、最後の地位は学を求めて旅をしているわ。なんとなく覚えておいて。まあ忘れてしまっても大丈夫なんだけどね。後で月海亭で直接彼らを視察するから。官位、明白、それから地位、どうにか覚えたけど、視察って何なんだ？その話は月海亭についてからにしましょう。気合を入れておいて。これは七星交代という一大事。どんな些細なことも見逃すことはできないわ。わかった。ちゃんと目をかっぴらいでいくぜ。冒険だ冒険。話で足がしびれてきた。まったくあの視察官は何を考えてるんだ。こんなに大事な場に椅子すら用意してないなんて。いろんな奴と接してきたが、立ったまま待たされるなんてこれが初めてだ。ふむ、俺は別になんとも思わない。それはあんたがそういう扱いに慣れてしまったからだ。いつもそんな風に現状を受け入れてると、この先何も変えられなくなるぜ。お前というやつはどうしてそう理不尽なことを言うんだ。まあまあ二人とも、こんな些細なことで争うなんて割に合いませんよ。会員さん、確かに言い過ぎですよ。明白さんもあまり気にしないで。こんなに長く立ちっぱなしで待たされたら、誰だって少しは苛立ちを覚えるものです。別に立って待たなければならないという決まりはないんだし、いっそのこと近くの紹介から椅子を借りてくるのはどうでしょう。それもいいかもな。あそこの椅子の材質はあんまり良くないが、使えるだけマシだ。どうやら候補者たちはすでに3人とも揃っているようね。ええ、
すぐに彼らと正式に会うことになる。でもその前に、まずは今回の視察の流れを君に説明するわ。視察は大きく2つに分けられる。時事攻略と現場問答よ。前者では彼らにリーユへの発展計画を提出してもらう。後者は私たちが直接面と向かって彼らに質問をするってことよ。リーユへの発展計画を書くのには時間がかかるだろうから、あらかじめ彼らに言っておいたわ。これが彼らの提出してきた報告書よ。うわ、一冊だけ分厚いのがあるぞ。ついでに言っておくと、彼らには一つ要求をしてあるわ。誰が天数になろうと、自分が立てた計画内容はきちんと実行すること。よほどのことがない限り、計画書の内容を変更することは許されない。だから今ここにある3つの書類は彼ら3人の立場を表しているのよ。まだちょっと時間があるから目を通しておいて。彼らに対する第一印象を持っておくといいわ。私はここで待ってるから、読み終わったら言ってちょうだい。もう読み終わったの？何か感想は？なんかみんな真面目だったな。当然よ。点数の選考に関わることだから、みんな全力を出し切っているの。何よりひとたび着任すれば、その計画に従って業務を取り行うことになるから、悔いは残したくないはずまだ秘密。現場問答が終わってからじっくり話し合いましょう。もう候補者を連れてきていいわよ。一人ずつ。まずは簡易からね。かしこまりました。ほう、あんたら二人が今回の視察官か。これほど重要なことは行幸様が直々に視察するだろうとは思っていたが、まさか俺の知らない顔が来るとはな。俺の計画書はもう読んだんだろ。何か理解できないところがあったら俺に聞くといい。なんて上から目線なんだ。悪いな、別に意図があってのことじゃない。ただ事実を述べているだけだ。龍雲釈風、その仙人を知ってるのか。そうか、思い出したぞ。あんたがみんなが噂にしてたあの旅人なのか。名のあるやつならそれなりに才能もあるんだろう。もしかしたら俺の構想を理解できるかもな。まあ、あまり期待はしていないが。あ、俺の番か。ええ、簡単に自己紹介してちょうだい。俺は明白、総務省に所属している。総務省で仕事をした時間は9年と 5ヶ月3日になる。これまで2347件の案件を取り扱ってきた。まだ12件が処理途中で、 およそ16日後に全て解決する予定だ。現在は都市計画に関わる仕事をしながら、環状明細の受け取りと検査をしている。感情は3つの部分に分けられていて、それぞれ。なんかたまに言葉がつっかえてるのはオイラの気のせいか。自己紹介はそこまででいいわ。直接質問するわね。すまない。こんにちは。正直本当に緊張しています。お二方はどんなことがお聞きになりたいのでしょうか。視察ということですから、できる範囲で全てお答えいたします。君の計画書は様々な分野に言及しているけれど、君自身はそれほど多くの事業をやったことがないみたい。そのような疑問を抱かれるのもごもっともだと思います。ですが計画に関しては自信があります。
私はかつて数多くの場所を視察してきました。現地の専門的な方とも交流を行い、結論を導き出したのです。もちろん異なる問題が複雑に入り混じればそれぞれの結論も衝突する。ですので私が求めたのは均衡、つまり全ての問題の中から最適解を見つけることです。じゃあその導き出した答えが本当に最適解かどうかはどうやって判断するつもり？計画を実行する前は同僚や月海艇の秘書たちが評価をしてくれるでしょう。計画を実行した後は最終的にどうなったかがそのまま結果となります。私の判断が間違っていた場合は相応の責任を取るつもりです。悪くない答えね。では次の質問に行きましょう。なんか付き合いやすそうなやつだったな。話もよくまとまってたし、すごく聞きやすかったぞ。これで簡単なまとめができそうね。君も見た通り、官位は見識が広く、計画書に書かれた案も的を射ているものが多い。でもとても傲慢で頑固な性格、周りの人の気持ちは考えそうにないわね。明白の計画はより包括的で安定していたわ。非常に繊細で細かいところにまで目を配る性格。でも彼は官位とは全くの真逆ね。口下手で人との交流においては弱々しい印象があるわ。の確かにその通りだったな。さすがジェラン。最後はチー。彼の計画は非常に詳細で確実な方策もある。これほど幅広い分野に心を配れる人はなかなかいないわ。これは表面的に取り繕われたようなものじゃない。よほど力を注がないとできないことよ。それに謙虚で穏やかだから人付き合いの方も問題はなさそうね。でも私が特に興味深いと思ったのは、彼の意見の多くが天王寺と同じだったことよ。もし地位が着任すれば天王寺も安心できそうね。やったー。さあ行きましょう。戻って天王寺にこれを伝えるわよ。私の予想した通りだったか。担当直入に聞くわ。地位の計画における考えが天王寺ととても似ていたことには何か理由があるのかしら？お前さんたちに候補者の名簿を渡したとき、実は言ってなかったことがある。お前さんたちの判断に影響を与えてしまうかもしれないと思ってな。だが今ならそれも話していいだろう。あの三人はかつてわしの元で学んだことがある者たちなんだ。わしに似ているところがあってもおかしくはない。だが官位は商業で忙しくしておったし、明白も総務士でやるべき仕事があった。あの二人と比べると地位は最も長い間わしのそばにいたんだ。そうだったのか。会員はある旧友からの推薦で、明白には仕事をしておった時に目をつけた。地位は意外な巡り合いだったな。最初は釣り友として偶然知り合ったんだが、それがだんだん親しくなっていろんな話題を話すようになった。地位は貧しい家の出身でな、両親も早くに亡くしている。だがあいつは才能に秀でていて、何事も学ぶのが早かった。あいつを見て
若い頃の自分を思い出したんだ。釣りについてもちょっとした助言をしただけですぐ理解していたな。ああ、気づかないうちにこんな高みまで成長してくれた。今思うと本当に感慨深いよ。若者が成長していく中、わしは老いてしまった。時間は過ぎるのが早すぎる。やはり生老病死は誰にとっても避けられないものなんだな。あら、天王寺はまだまだ元気だし、あと何年か仕事できると思うけれど。お前さんは全く、慰めてくれんでもいい。気力が足りなくなったのも、そう悪いことじゃない。肩の荷を下ろせれば、ただのじいさんのように自由に釣りに行けるんだからな。テルオジは釣りが好きなんだな。暇つぶしがしたいときは釣りが一番さ。釣ったばかりの魚はすごく新鮮で、水辺でさっと処理するだけで美味しい魚スープになる。新鮮な魚スープ、うわー、聞いただけでうまそうだよ。そうだろう。それにちょっと前、チームベテランの漁夫から特別なレシピを購入したらしくてな。近頃は釣りに行くと、いつもチーが下処理を済ませた副材料を持ってきてくれるんだ。それを加えるとよりうまくなる。何度も味わいたい美味しさだが、この老いぼれじゃあと何回飲めることやら。次はオイラも連れてってくれよ。オイラも飲みたい。話を戻すけど天王寺、報告を聞いて結論は出たのかしら。お前さんに視察を任せたからには、お前さんの判断を信じよう。もし、チーとわしの考え方の類似について、お前さんたちが聞いてこなければ、わしも三人との関係について言及するつもりはなかったんだ。先行は公平を期すべきもの。このような外的要素は全て無視し、候補者の才能や能力を徹底的に調査した上で結論を出してほしい。くれぐれも徹底的な調査を忘れずにな。わかったわ。行きましょう。場所を変えて話したいことがあるの。それじゃあ天王寺、オイラたちは先に行くな。体に気をつけろよ。うん、やっぱり C で決まりでいいよな。だってほら、計画書もよくできてるし、話上手だし。急がなくてもいいわ。視察に時間制限はないもの。え、もしかしてまだ何かテストがあるのか。それはないわ。彼ら本人に対する視察は終了した。でも一つ君たちに教えておいてあげるわ。目に見えるものが真実とは限らない。情報に関する仕事で最も禁忌なのが、当事者からしか情報を得ないことよ。真実の外側には常に霧がかかっている。だから様々な道で情報を集めないといけないの。ブイエ、ショウカ。は、何でも申し付けください、イエラ様。驚かせちゃったかしら。この二人は私の部下、文苑と翔がよ。腕利きの助手として普段は近くに目を配らせてるの。こうして必要に応じて各種任務についてもらってるわ。翔がは商業に精通していて交渉で情報を得ている。文苑はよく演説から情報を得ているわ。この場にはいないけど、二人以外にもう一人部配って部下もいるわよ。あのデカブツ、会場で長いこと任務をやってるみたいだが大丈夫なのか。あいつは泳げなかったと思うが。あいつは運がいいから、あれ式の波どうってことないさ。翔か、各紹介に赴いて会員の背景事情を調べてくれるかしら。文苑、君はリーウェ総務士へ行って
明白の仕事記録を調査してきて。あっ、チーはいいのか。チー、もちろん彼は最も有力な候補者として、私たちが直々に調査するわ。まずは埠頭に行きましょう。あそこは人も多いし、いろんな情報が行き交う場所よ。情報って言えば、万有商法の博来に聞いてみるのはどうだ。あいつはいつも北不動で商売をしてるから。なるほど、悪くないわね。彼に聞いてみましょう。高い仕入れ値でどうやって売れって言うんだ。そう言わないでくださいよ旦那。この夕暮れの実は最も上質なものなんですから。以前間違えて一つ井戸に落としてしまったんですが、その井戸の水が全部甘くなったぐらいなんですよ。だとしてもだな。まあまあ旦那、実はもう一つ秘密があるんですよ。英発商店の店主もうちの品を仕入れようとしたんです。でも彼には売りませんでした。ああ、でももし旦那がいらないって言うんでしたら仕方ありません。向こうと商売するしかないですね。わかった、そういうことならその値段で仕入れよう。あるだけ全部だ。英発商店には一つも残すなよ。君たち、どうしてここへ。言っておくが、この夕暮れの実には私が先に目をつけたんだ。横入りはさせないぞ。実はオイラたち、チーのことについて聞きに来たんだ。あいつのこと知ってるか。チー、かなり評判のいい人物だぞ。彼に関する話を聞いたことがある。貧しい家の出身なんだが、両親を早くに亡くして周りの人から冷たい目で見られていたそうだ。昔は隣人からよく悪口を言われていたそうだが、チーは報復するどころか、その後破産した隣人の面倒を見てやっていたらしい。衣食法縁、貧困法制、どうして今までこういう人物に出会えなかったのかと思わせるような逸材だ。いや、今からでも遅くはない。彼を我々万有商法の広報大使に招けば。なんだかいいやつみたいだな。これでオイラたちも安心だぜ。こんなことを聞いてどうするんだ。まさか君たちも彼を何かの大使に。そうか、ならば高い値を払った者勝ちということで。そこに地位がいるじゃないか。いっそ直接聞きに行こう。確かにチー、見た感じリンローと話をしているようだけど、話を聞いてみましょう。いい、彼に気づかれないように注意して。こういう情報こそ最も偽りのないものよ。私は先に雇用契約書を取りに戻る。っておい、抜け駆けはなしだぞ。おい、わかったわ。歩きながら話しましょう。何をしてるの？このままじゃ情報を聞き逃すわよ。ベニーボケで。
彼に気づかれないように注意して。こういう情報こそ最も偽りのないものよ。わかったわ。歩きながら話しましょう。チーさんは月を一式買いたいのね。お互い商売人の、そんなに急いでどうするの。これじゃ見つかるわよ。いい、わかったわ。歩きながら話しましょう。さんは月を一式買いたいのね。お互い商売人同士だもの。ちいさんもうちの店をよく知っているはずよね。実は私には普段からお酒を飲むのが好きな旧友がいるんです。彼は風流を好むのですが、見栄を張って贅沢はしたくない。ですので、良質な模造品の手記を買って彼を招待したいのです。ちいさんは優しいのね。わかったわ。私に任せてちょうだい。時間があるときに飛行機まで品を受け取りに来て。ありがとうございます、リノさん。いいえ。これだけ評判が良くて友達思いだなんて、得がたい人ね。私も店に帰ってからきちんと選ぶから安心して。普段釣りをしている不動に行ってみましょう。まだやるのか。まさか自分も天使になりたいからって地位に問題があることをどうしても証明したいとかじゃないよな。さあね。でも、もし私が天使になったら君たちを特別扱いしてもいいわよ。ただでいろんな美食を食べさせてあげる。どうかしら。
ジラって身分を偽る時もこんなに平然としてるんだな。ああチーリー、この辺りでもすごく有名ですぜ。各地を旅している友人から聞いた話では、よその町にまで流し入れてるとかなんとか。聞けば子供の頃は非常に苦労したようで、いくつも仕事を掛け持ちしてたそうですぜ。まあ苦中の苦を受けざれば人の上の人たることかたしと言いやすからね。彼はきっと超すごい人になりやすぜ。おう、オイラたちと同じ考えだな。けど超誘拐への勧誘でしたら無駄足だったかもしれやぜ。それはどうして？あいつは何でもできやすが、釣りだけはいまいちなんです。たまに不当で釣った魚をうちに売りに来るんですが、収穫量実に普通で、良くも悪くもないといったところですが、もし会員を募集してるんなら他に何人か釣りの達人をしていやすが。素敵ですね。でも今はまだ他の用事があるので、今度お茶でもご一緒しませんか？わかりました。またお越しください。よその町にまで知られているね。さあ他の場所でも聞いてみましょうか。300モラ、3匹1000モラだよ。どれも貴重なもの、もう残り少ないよ。こんにちは。私たちは許可調査会の者なのですが、一つ伺ってもよろしいでしょうか？わあ、また身分を変えたぞ。許可調査会？俺は何も悪いことやってねえぞ。商売の邪魔しないでくれ。ご安心を。我々はただ簡単な調査をしたいだけですので、近頃チーという方がこの近くで鮮魚を低価格で売っているとお聞きしました。それについて何かご存知でしょうか？はあ、俺のことじゃないのか。それを早く言ってくれ。チーのことなら知ってるぜ。低価で鮮魚を売る件については俺も聞いたことがない。だがまああいつならやりかねんがな。え、どうしてだ？あいつは貧乏なんだな。両親を早くに亡くしたんだが、酒狂いの父親が生前に多額の借金をしてたらしくてな。だから誰も地位とは関わり合いを持とうとしなかった。あいつが不当に来たのはまだ幼い頃だな。ボロボロの服を着て頭にはガーゼを巻いていた。天王寺に拾われてやっと生き延びることができたんだ。だが今も貯金はあまりないみたいだな。腹を空かせるとまではいかないが、たった数モラのために値引き交渉してるのをよく見るよ。だからあいつが魚を売るのも俺はおかしなこととは思わない。まあどうせ大した数の魚じゃないし、こっちの商売の邪魔にはなるわい。おっと、これはあいつには言うのよ。知られたくないのですか？何度か少し話をしたことがあるんだが、あいつは他人からどう見られてるのかすごく気にするやつなんだ。劣等感すら抱いてるようだった。だが俺には何か言ってやる資格もないからな。あいつはすでにほとんどの人間より優秀な存在さ。完璧な人間なんてこの世にはいない。あいつがそのせいで不幸にならないことを祈るよ。なるほど、情報を提供いただきありがとうございました。いいってことよ。それと、もう一回言っておくが、俺が売ってる魚には値段の問題なんてないからな。何回も言うと逆に嘘くさくなるぞ。あまりお金を持っていないね。他の人にも情報を聞いてみましょうか。なんて言うんだっけ。そうだ、
実を言うと私たちはこの業界に入ったばかりなんだけどね、ドッコ様が情報通って聞いて訪ねに来たの。本当か？その俺様を情報通と褒める者がいるのか？もちろん、ドッコ様は心優しい方で何でも答えてくださるとも聞いてるわ。やった！何が聞きたいんだ？この町のことなら俺様は何でも知ってるぜ。わ、子供まで騙すのかよ。ではお聞きしますが、ロッコ様はチーという方をご存知ですか？もちろんさ。最近大人たちがいつも話してるチーニーのことだろ。チーニーのことならたくさん聞いたことがあるぜ。例えば、あんま覚えてないや。もうほとんど大した内容じゃない。やっぱり俺様は剣の光と影が交わる驚愕の話の方が好きだぜ。その点については私も同感です。ではドッコ様はいつ頃から大人たちがチーさんについて話をするようになったのか覚えてるかな？あ、それなら覚えてるぜ。だいたい 2,3 ヶ月くらい前だな。前はみんなチーニーについて話すとき俺様が不愉快に思うような口調だったんだ。だけど 2,3 ヶ月前からチーニーに好感を持つ人がたくさん現れ始めた。チーニーは俺様に飴をくれたこともあるし、みんながチーニーをよく言うのは俺様も嬉しいぜ。やっぱりね。ん？やっぱりなんだ？やっぱりドッコ様は噂通り心優しい方だと言ったのです。それほどでもねえって。そういえば知らない顔もたくさんいたぜ。よく街中でチーニーのことについて話してた。きっといい奴らだよな。ええ、よかった。今度会ったら挨拶でもしてくるか。たまった飴もあいつらに一つずつ分けてやろう。そうですね。もしよろしければ彼らの居場所を頑丈茶室にいる私の友人まで伝えてくれる？そうすれば私の友人が彼らをおもてなしするよ。そうか、ありがとうお姉さん。うん、じゃまた会おうね。あ、またな。今の話の問題点分かったかしら？問題点？一体何が問題なんだ？チーの名声が高いって話だろ。孫とコウもいい風に言ってたし、ドコサクもチーが好きみたいだった。そうね。でも問題はこの突然の名声がちょっと高すぎるところよ。突然？高すぎる？どういうことだ？異直方縁、感苦奮闘。確かに町で評判になるほどのことだわ。だけど孫が言うにはよその町の友人も耳にしていた。それはいくらなんでも大げさすぎるわ。そしてそれらについてドッコ作が言っていたことを覚えてる？安心はするけれど大して興味はない。これこそが普通の人の反応よ。何よりこういった彼の評判はこの 2,3 ヶ月で一気に現れたもの。彼の幼い頃の話や学問を求めた話、それに隣人との話、どれも最近のことじゃないのにどうして今になってやっと人々の耳に入ったのかしら。そう言われると確かにちょっとおかしいな。もちろんそれだけなら私も別に手を出す気はないわ。貧しい家に生まれた地位がお金を払って自分の活躍を宣伝するのは私からすればゲームの規則の範囲内だと思うわ。でも問題がある。さっきコウが言ってた彼の話を聞いたでしょ。彼はずっと生活に困っていて、収入は全て学費や旅、借金を返すことに使っていた。そんな彼が大金を出せるとは思えない。そう、それなら事情も変わってくるわ。もしかしたら隠れた勢力がこの木を狙ってリーユエ七世に手を出そうとしているのかも。
これは最悪の推測だけど、推測はひどければひどいほど真実に近いってことがよくあるのよ。七星に手を出すって聞いただけでヤバそうだぞ。じゃあオイラたちはどうすればいいんだよ。今チーに聞いたって絶対に認めないよな。まずは彼を手伝っているのが誰なのかを突き止める。大丈夫、私に策があるわ。視察過程にあった時事法略は覚えてる？あれに書かれた計画は着任後に実現させるべきもので、彼らの立場を示していると言ったでしょう。地位を裏で手伝っている者は彼の着任によって利益を得ようとしている。だったら地位の計画の中に何らかの手がかりがあるはずよ。頑丈茶室へ行きましょう。は項目がとても多いわ。短時間でその中のほころびを見つけることは困難ね。半分に分けるから手分けして読みましょう。読み終えたら情報交換よ。名目上の視察はもう終わっているから、規則通りもうじき結果を発表しなければならない。急いで真実を突き止めないと。緊急事態だな。天王寺がどのように地位のことを考えていようと、地位が天王寺の自慢の門弟なのは事実よ。そんな彼が目立つ証拠を残すはずがない。だから私たちもじっくり考えましょう。まだまだ多いな。とにかく読んでみようぜ。一番早く戻ったようだな。あ、お前はイェルンの下っ端のショウか。戻ってきたってことは会議の調査が終わったのか。ああ、各商会を訪ね全面的に詳しく調べてきた。何度も門前払いを食らったが、俺の巧妙な手腕にかかれば。余計なことはいいから早く言いなさい。イエラン様、結論からご報告します。官位と接触したほとんどの者は
彼の傲慢な性格に文句をつけながらもとても高い評価を下す傾向がありました。飛雲商会の坊ちゃんも官位は傲慢ではあるが、物事の対処に関しては極めて几帳面だと言っていました。それに契約を交わしさえすれば、相手が貧民であろうと富豪であろうと皆平等に扱うそうです。全然そうは見えなかったぞ。その名声に偽造の可能性は？彼の名義にある産業帳簿は調べられるかしら？本来なら難しいところではありますが、その一通り聞いて回ったところ、会員はほとんど全ての帳簿を公開していたんです。どこから仕入れてどこに売るのか、これらは本来機密事項なのですが、彼は全く気にしていないようでした。官位は他人には見つけられない商機を見つけるのが得意なのですが、大儲けをした後はまるで飽きたかのように全ての商業機密を公開してしまうのです。知ったからなんだ、どうせ俺にはかなわないという態度で。しかしそういう人間に限ってお金を稼げているので、本当に腹立たしい話です。おかしな奴だな。あいつにとって商売はお金稼ぎじゃなくて、なんていうか、こう、結論を検証するためといったところかしら。彼の計画が非常に洞察に富んでいたのは、彼がすでに数多くの実験をやっていたからだったのね。ただいま戻りました。ってあれ、なぜお前がここに？言うまでもなく、俺の能力が高く常に人よりも一歩進んでいるからだ。いや、お前より効率がいいからと言った方が正しいか。お前、まあいい、争うつもりはない。ついでに他の用事を済ませていたんだ。それがなかったらとっくに戻ってきてたさ。イエラン様、明白の調査が終わりました。報告して。総務省によれば、明白は焦りを感じると話が途切れ途切れになってしまうそうです。特に見知らぬ人と会話するときはいつもそうなるんだとか。しかし知り合ってから何日か経てば普通に交流できるようになるそうです。他人が見過ごしてしまうような問題にも常に配慮している人物らしく、総務省における彼の評判はとても高いものでした。君から見て、総務省が彼に対して過大評価をしていると思うところはあった？ないと思います。明白の名声は少しずつ積み上げてきたものですから。シャオユーによりますと、総務省の業務はほとんど実行する前に明白に見てもらうそうです。彼が同意すると皆も安心できるようで。それからかつて総務省で上司の目を欺き下の者を騙していた人物がいて、明白にこっぴどく叱られたそうです。怒った彼はとても怖いらしいのですが、私は見られませんでした。うわぁ、おいらも全く想像できないぞ。前にも言ったでしょ、目に見えるものが真実とは限らない。おぉ、今わかった気がするぞ。お疲れ様、もう休んでいいわよ。それで計画書はもう見終わったかしら？もうちょっと見てくるぜ。この中の項目を単独で読んだ限りでは何も問題はなさそうね。でも一点私が引っかかったのが、この清居浦再開発計画。元より清居浦は数々の秘密がある場所よ。過去にはジャクダ竜王がそこで人騒ぎを起こしているし、地下にはさらに多くの秘密が埋もれている。例の一件の後、どこからともなくある噂が流れた。清居浦の下には巨大な宝が埋まっているってね。その噂を聞いた探検隊が七星の許可を得て初めての試験的採掘を行ったことがあったわ。それで宝は見つかったのか？いいえ、
遺跡の奥底はとても堅固で、特殊な爆薬か何かで硬い岩盤を破壊しなければその先には進めなかった。でも当時は技術も未熟だったから、採掘公務は中止になって宝も伝説となったの。地位の計画は全て問題の解決に重きを置いているわ。けれど宝の採掘はとてもリスクが高いし、地位のやりそうな計画には見えない。でも単にそれだけよ、まだ何もわからないわね。宝を求めてる人は多いわ。宝刀団にワデュイ、リーユエ本土の数々の勢力。そっちは何か手がかりはあった？採掘、公務、宝。あ、オイラたち計画書で見たよな。あ、そうだ、もし適した公務があったら黒岩城を優先的に動かすって書いてあったぞ。なるほど、この2つのことが合わさればすでに明白ね。地位は黒岩城に聖教裏の宝を採掘させるつもりよ。まさか地位を手伝ってるのって黒岩城なのか？いえ、それはないわ。黒岩城は昔私も調査したことがある。今の彼らは各勢力とほとんど関わりがない。黒岩城には確かに特殊な爆薬が保存されているけど、危険な公務を行うためだけにそれを手に入れるのは割に合わないわ。でも手がかりは確かに黒岩城を指してる。だったら見に行くしかないわね。何か新しい収穫を得られるかもしれないわ。まさか簡易と明白がオイラたちの印象と全く違うやつだったなんてな。Cにも違う一面があるのか。手がかりを探してみましょう。その近頃何か異常とかなかったか？おかしなことを聞くな。逆に聞くが、どういったことが異常なんだ？オイラたちにもわからないんだけど、こうなんか普段と違うようなことだ。はあ？そうやって聞いても何も出てきそうにないわね。近くを捜索してみましょう。帳簿みたいね。でも記録帳としても使われていたようだわ。誰が書いたかは知らないけど、面白いと思わない？新人、一体どの勢力のものなのかしら。イエランはその新人たちを疑ってるのか？ええ、見ての通り、その新人の中に班長になった人がいるわ。そのままの勢いでいけば聖教裏再開発計画が実行される時には彼らは少なくとも中核になっているでしょう。その時が来たら彼らは様々な細工ができる。地下にある暗号文を書き写したり
地下の宝を盗んだりね。想像してみて、もし私たちが疑いを抱いてなかったとして、地位が黒岩城による開発を実行することになった時、私たちはせいぜい黒岩城の背景を確認するだけでしょう。でも黒岩城自体に問題はなく、変わったのは主な役職の人員のみ。後から私たちが一人一人調べ上げようとしても、もうすでにある程度の月日が経っているから、身分の偽造も終わっている。これが事前に布石を置いておくことのメリットよ。実にいい手段だわ。なんかそう言われるとその通りかも。オイラたちが気づいてなかったら、伝説のお宝は他のやつに奪われてたぞ。この裏には一体誰がいるんだ？それはその新人たちに聞かないとわからないわね。行くわよ。そこの作業員に聞いてみましょう。お前さんたちもあいつらに見習いたいのか。あの新人たちはドイツも非常にいい体の素養を持ってる。それに勘もいいし、技術を学ぶのもとても早い。唯一残念なのが、あいつらは夜になるとよく一緒に酒を飲みに行くんだが、他の奴らにはついていかせないんだ。まだ完全に溶け込んでないんだろうな。もう少し時間が経てば馴染むだろうよ。一緒に酒を？この近くに酒場はないみたいだし、とても遠くまで行くことにならない。ああ、あいつらの話では、いつもリーユエコーまで戻って万民堂で酒を飲んでるらしい。実は今日、作業が終わった後雨が降ってな。あいつらもしばらくは現場に残ってたんだが、雨が止んだ途端、すぐ酒を飲みに行ったよ。まったく、若いもんは元気がいいな。まあ、悪いことじゃない。なるほど。場所を変えて話しましょうか。どうやら私たちの考えは当たっていたようね。あの新人たち、確かに問題があるわ。リーユエに戻ってお酒だなんて、よくもまあそんな言い訳を考えられるものだわ。大方、情報交換でもしているんでしょう。今日は雨が降ったから、地面に足跡が残っているはず。彼らがそう簡単に痕跡を残すとは思えないけど、とにかく行ってみましょう。あっちに行ったぞ。追いかけよう。足音、確かにリーユエコーに向かってるな。オイラたちが間違ってたのか。やっぱりリーユエコーには行かず、あっちの方向へ続いてるわ。足跡がここで消えてる。でも足跡の方向からして、あの古びた家屋に入ったようね。甘い。
かったよね。ここがあの新人たちと背後の勢力が落ち合っている場所のはず。でも証拠はもう全部消されているわ。この灰、さっき燃やしたばかりの手紙だわ。まだ燃え切ってないってことがないか。例えば燃えてる途中でいきなり風が吹いて火が消されたり。そういうのはたまたまのことで基本的に起こらない。もう見たけど紙はすべて隅々まで燃えてて灰しか残ってない。じゃあここ岩頂に戻ってあいつらを待つか。どうせあそこに戻るよな。そうとは限らない。ここは彼らが使っていた拠点だけど今はもう何も残っていない。おそらく背後の者が私たちの調査を警戒して事前に彼らを引き上げたのね。それじゃあ手がかりが全部途絶えたってことじゃないか。一つ間違えないでほしいんだけど私たちの目的は何も確実な証拠を見つけるためじゃない。地位の背後に誰がいるのか推測できればそれでいいの。さっき入ってきた瞬間変な匂いがしたわ。新人たちは手紙を燃やせば安全だとでも思ったんでしょうね。彼らは知らなかった。異なる地域で生産された紙と墨汁は燃えた後の匂いも違うということ。そうなのか。おいら、匂いなんてわからなかったぜ。お前はわかったか。気候がとても厳しく、表現が果てしなく続くだけの土地がある。そこのお金持ちの中には、花の香りを炭に入れる人たちがいるのよ。字を書くたびに、紙に春の香りを残すために。その香り付きの炭が燃えた後は、こんな風に特別な匂いが残る。ええ。この証拠は、直に風に吹き消されて、犯人を捕まえる当てにはならないわ。だけど、私にとってはもうこれで十分。相手が誰だか分かった以上、次の計画を作れる。エラン様、やっと会えてきました。もう会えないかと思いましたよ。お前は誰だ。大丈夫、慌てないで。文言や昇華と同じく私の部下の部配よ。以前から地位が普段接触している人間を調べさせていたのよ。部配は地位は釣りが好きだから近くの漁夫や水手と親しいんじゃないかと思って船に乗って海で情報を探ってたの。そして戻ってきたら国岩城に来るよう書き置きを岩城茶室に残しておいた。そうすれば万が一黒幕が国岩城で待ち伏せをしていても私たちは単独で戦わずに済むでしょ。それで部配、会場で何か情報は手に入ったかしら。それなんですが、あまり有用な情報は聞き出せませんでした。近くの漁夫に聞いて回ったんですが、地位と関わりがある者は誰もいなくて、それどころか、あれ来る風と波のせいで、私、うっかり海に落ちてしまって、やっとのことで引き上げられたんです。戻ってくるや否や、イエラン様が黒岩城にいると知って、着替える間もなく、助太刀に参った次第です。天王寺は、地位はかつて一人の漁夫からレシピを買ったと言っていたけれど、この情報については聞き出せなかったの？え？知りませんが。そんな、だってありえません。イエラン様、私は本当に全ての漁夫に聞いたんです。レシピなんてありませんでしたよ。面白いことになったわね。あのとても美味しい魚スープはどこから来たのかしら。魚スープ？何ですか、魚スープって。何でもないわ。今最優先すべきは突破口を見つけて確実な証拠をつかむこと。どう、何か案はある？
悪くない案ね。でも部配、君から話してちょうだい。実は私も地位の尾行を試みたんです。でも彼はすごく警戒心が強くて、不審な人物とは誰一人会いませんでした。張り込みは意味ないみたいだな。いえ、張り込みは必要よ。ただその前に少し準備をしないのね。準備？君も情報を長く続けたらわかるけど、この世に警戒心を永遠に保てる者はいないわ。特に勝利を目前にしていると思った時はね。明日の午前、私は月海艇で彼の勝利を発表するわ。その後、彼はどうすると思う？時間通りに来てね。じゃないと面白いものを逃してしまうわよ。今回の視察結果を発表させてもらうわ。点数の重要性についてはもう繰り返す必要はないね。天王寺から候補者の視察という重責を託された以上、私も彼が納得する答えを出さなければならない。ここには俺たちしかいない。包み隠さずはっきりと言ってくれ。会員は画期的なアイデアを多く持っているけど、詳細な設計がまだ足りないわ。それにその気質は他人と対立を起こしやすい。明白は穏やかで筋が通っているけれど、向上心が足りない。そしてその性格では皆を従わせにくいわ。一方で地位は均衡が取れている。それにリーユエでの評判も悪くなかった。各方面への責任を考慮して、リーユエ七世には地位の名を挙げるものとするわ。なんだって、その、おめでとう。ありがとうございます。正直、ここで自分の名が聞けるなんて、とても驚いています。ですが、私からすれば、我々3人のうちの誰であろうと、点数に選ばれる可能性がありました。競争相手として、お二方の才能はこれ以上ないほど存じております。お二方は、私のそばで仕事を手伝ってくださる気はないでしょうか。また今度にしてくれ。今はそんなことは考える気分じゃない。俺は別に構わない。できることがあればそれでいい。では私からは以上よ。この後着任の知らせが来るはずだから、チームをしっかりと準備をしておいて、真面目に責務を果たして天王寺を失望させないようにね。立場に恥じないよう努力いたします。これだけは信じていただけると幸いです。では私はこれで。戻って支度をしてからお祝いに外で食事をしようかと。
皆さんもご一緒にどうですか。俺はいい。そんな気分にはなれん。Gの緊張も解けたみたいだし、今が張り込みのチャンスかもな。おい旅人、俺のどこがあいつより劣ってたのか言ってもらおうじゃないか。もし答えられないならこの結果は認めないからだ。俺も知りとり。まずい、今絡まれたらいけなくなっちゃうぞ。先に。はっ。イエラー様、チーは悲運の丘へ向かったようです。早く行きましょう。チーは本当にファデュイに寝返ったのかな。天王寺でさえ褒めるようなやつなのに、どうしてファデュイのために動いたりするん。今はまだわからないわ。でも次に彼と会うとき、真実が明らかになるはずよ。申し訳ございません、イエラ様、見失ってしまいました。あちらの対偵察能力があまりにも高く、相手に気づかれないように追跡できるかどうか分かりません。そんな、イエランの部下ですら。もしかして、チーはまだ見解を解いてなかったのか。いえ、部派曰く普段よりは警戒を解いているそうです。ただ本能的なものなのでしょう。周囲の視線にとても敏感なのです。そんな、自分を責める必要はないが、相手は天王寺から直々に教わっていた人物よ。それなりの実力があってもおかしくはない。君たちに天王寺を追跡させても方向がわからなくなるまでお手遊ばれるだけでしょう。それと同じよ。でもチーが最後にどこへ行ったかは分かるかしら。新月剣です。中にいた時間は短く、私と部配は外から見張っていました。しばらくしてから服装の全く違う人物が出てきました。部配はその者の気配がどこかチーと似ているように感じたようですが、確認のために近寄ればきっと彼に気づかれてしまう。もし気づかれてしまえば本日の行動が無駄になってしまうと思いました。たとえ現行犯逮捕したとしても我々には証拠がないのですから。ですので私は部配を止めてここでイエラー様を待ったのです。あいつの方は今新月圏で聞き込み調査をしています。よくやったわ。魚が餌に食らいつかなくなっていいの。水の中にいる限りいくらでも捕まえる方法はあるわ。肝心なのは彼が何をしようとしているのかを把握することよ。行きましょう、新月圏へ。目と鼻の先で服を着替えていったのに何も聞かなかったってのか。服装や化粧はお客様の自由ですのでお聞きする理由はございませんが。まあそれは確かにそうだが、おかしいとは思わなかったのか。たとえおかしいと思っても私に阻止する権限はありませんので。
言い争っても意味がないわ。単刀直入に一つだけ答えてちょうだい。先ほどのものは店で何を買っていったの？買い物はされていません。ずっと前に予約されていたお酒を受け取っていかれただけです。お酒？ええ、辛くてまろやかで一般のお客様は注文しないような強いお酒なんですが、あの方はずっと前にここで予約をしてくださっていて、先ほどそれを受け取りにいらっしゃったのです。酒、酒壺。なるほどね。行きましょう。どこに？帰国よ。いらっしゃいませ。以前チーがここで式を予約していたでしょ。私たちはチーの友人なんだけど、彼からここの品は安くていいものがあると聞いて見に来たの。あら、お二人はどんなものを探してるのかしら。そうね、式についてはあまり詳しくないから、チーが選んだものと同じものでいいわ。どんなものか見せてもらえるかしら。この一式の式よ。少し前にチーさんが受け取っていったわ。古代式の良質な模造品なの。見た目がとても豪華でしょ。ここだけの話、このような式はもうあまり置いてないのよ。チーさんも一式買っていったし、残ったこれらはちょっと値段が高くなってしまうかもしれないわ。値段はいくらでも融通が効くわ。林道さんに損はさせないから安心してちょうだい。でも、もう一つ聞きたいんだけど、チーが買っていった式一式には杯も含まれていたかしら。ええ、でもあの一式にある杯は単独でも買えるわよ。一つだけでもいいし、最大四つまで買える。チーさんは二つ買っていったわ。ありがとう、林道さん。まさか式がこんなに奥深いものだなんて。帰ってからもう少し考えてみるわね。ええ、でもなるべくお早めにね。一日でも遅ければ売り切れてしまうかもしれないわ。それじゃ、また来てね。面倒なことになってきたな。自称実力派偵察達人のくせして、一般人にすら張り込みがバレるどっかのデカブツのせいだろ。お前だってできてねえじゃねえか。俺は元から交渉派だからな。そんな俺と体を張る仕事を比べたりして恥ずかしくないのか。なんも言えねえ。イエラ、オイラたちの計画って失敗に終わっちゃったのか。チーも見つからないし、もうどうすればいいかわからないぜ。そういえば、なんでチーは新月券で酒を買ったんだ？お祝いのためか？ただのお祝いじゃないわ。どういう意味だ？まず、チーはあまり酒を飲まない。それどころか父親が原因で酒を嫌っているほどよ。単なる一人祝いなら、なけなしのお金で高いお酒を買ったり、ましてや杯を一組買ったりなんかしないわ。これは彼の背後にいる者と行う祝賀会ね。
その人は強いお酒が好きで身分も高い。だから見た目が高級な式を手に入れる必要があった。この条件に当てはまるファデュイがどこにいるのか、君たちならわかるんじゃない？ファデュイの役人ですか？それならスネージナヤ大使館か北国銀行でしょうか？十分な人員を連れてその2カ所を包囲しなさい。ユラン様、やるんですね。やっと私の出番が来ました。何を考えてるの？隠密での偵察よ。地位は警戒心が高いけれど、彼とお酒を飲む人も警戒心が高いとは限らない。だったらターゲットを変えて張り込めばいいだけの話。そうだよな。もし地位が誰かを接待するためにお酒を買ったんだったら、そいつについていけば地位も見つかるはずだ。しかしイエラン様、もし気づかれてしまえば外交問題に発展する恐れが。分かっているわ。でも君は気づいていないの？地位は彼の全てをこれにかけている。彼の弱点をつかみたければ我々も相応のリスクを犯す必要があるわ。命令を実行しなさい。それと準備は入念にしておいて、地位が行く可能性のある場所全てに人員を配置して観察を置くこと。ご安心を、イエラン様。地位は簡単には行きませんでしたが、ファデュイの役人の動向については隅々まで明かすつもりです。私は茶室で待ってるわ。予想が正しければファデュイの役人はおそらく夜に行動を起こすはずよ。君も準備しておいて。よし、出発だ。冒険だ、冒険。ちょうどいいところに来たわね。先ほど文苑から情報があったわ。ファデュイ大使のユスポフが一人で大使館を出て聖教裏の方へ向かったそうよ。聖教裏？それってチーが計画書に書いてた場所だよな。どうやら彼らはそこを待ち合わせ場所にしたようね。悪くない選択だわ。聖教裏は魔物が多いため人があまりいない。そこで会えば誰かに見られる心配もないってこと。よし、今すぐあいつらを捕まえに行こうぜ。ええ、私の考えが正しければ今回の行動には意外な収穫があるはずよ。ここが聖教裏ね。遺跡が多くて魔物もはびこってるから、ここを通りたい人は皆迂回する。以前調査したことがあるから、開拓時にあった入り口については大体覚えているわ。行きましょう。ここはかつて開拓された場所だけど、内部の構造はとても複雑で地下が安全とは限らない。当時の施工隊が安全通路を残しているはずだから、それが見つかればもっと楽に移動できれば。でもやっぱり戦う準備をしておいて、正確かつ迅速にあまり音を立てないようにね。安心しろ、オイラたちはプロだからな。そうだ、イラン、お前の3人の部下ってどこに行ったんだ？彼らには他のことをさせているから、また後で合流することになるわ。時間もないし、私たちは先に行きましょう。
きのいたずち、そうなんだ、行こい。ここは確かに施工隊が残した通路だけど、もう封鎖されているようね。強行突破するにはリスクが大きすぎるわ。近くにこの道がないか探しましょう。急がなくてもいいのよ。入り口はありません。かかれ。急がなくてThank you.
彫像に光が通された。なるほど、これで彫像を動かせるわね。だけでいい酒だとわかる。ご苦労だったな。さあ乾杯しよう。さあさあ、お前から先に飲め。ほら早く。すみません、これほど強いお酒は初めてで、まだあまり慣れなくて。じきに慣れる。我々と友人になるなら、酒がなければ話にならんのだからな。なれるよう、精進します。一杯だけでそんなになるなんてな。そんな様子で大丈夫か？お前が顔色一つ変えず、自分の死に毒入りスープを作っていた当時は、随分と肝が据わったやつだと思ったのだがな。さあもう一杯飲みながら話そうじゃないか。はい、ですがあれは仕方のないことでした。毒を盛るなんてこと今じゃ聞いただけで震えますよ。
臆病な私は毎回毒を盛るたびに家に帰って何日か隠れていたんですよ。誰かにバレないかって本当に心配で。そうだな、お前の苦労は分かっている。我が友よ、これまでご苦労だった。だがやはりお前は毒を盛ることにかけては天才だ。我々がスネー時代から持ってきた毒薬は本来この酒と同じくらい強烈なものだ。だがお前はそれを感づかれにくい慢性の毒に変えた上、魚スープに入れるという方法まで考えついた。魚の生臭さが毒の特徴的な酸味を中和し、それどころか魚スープをさらにうまくする。一体どうやって思いついたのだ？ある日釣りをしていた時、偶然思いついたんです。この方法でなければ天王寺の目はごまかせなかったでしょう。いやはや、よくやった。今後ファディもお前にふさわしい支援を送り、お前の天数の座を揺るぎないものにしよう。もちろんお前も俺たちに従順でいる必要があるがな。聖教裏のこと以外にも要求はまだある。時が来ればよろしく頼むぞ。ご安心を。あなたからいただいた任務であれば全力で行います。おい、聞いたか、毒を盛るって。天王寺が最近体を崩してたのは真の仕業だったのか。あいつやっぱり悪い奴だったんだな。早く捕まえようぜ。待って、写真機は持ってきてるかしら。持ってなかったら私のを使って。こんな面白い場面しっかり記録しておかなきゃ。いい酒だ。外交問題は長い間進展がなく、多くの者が聖教裏の宝を狙うようになった。こっちとしても頭が痛いんだ。この件が終わればやっと順調にことを回し始めることができる。お前のおかげだ、チー。初めてお前に会った時、俺たちはきっと手を組むことになると思った。お前、当時俺が話したことを覚えてるか？もちろんですとも。私のように執事の卑しい者はどれほど努力しても点数になる資格などない。唯一の方法は現在の点数が最も暗い存在になっている時に私を最も明るい存在にすること。私はその言葉に深く納得したのです。ああ、通常の流れを踏めば他者との差はますます広がるばかりだったろう。他の二人の競争相手を見てみろ。官位には財産、名伯には名望がある。だがお前はどうだ。お前には何もない。どこから来たかさえ知らない野良坊主ではないか。だからお前を手助けすることにしたのだ。我らファディには古い言葉がある。飢え死にしそうな野良犬には一本の骨を与えるだけで一生家を見守ってくれる。てな。はい、あなたには感謝しております。お前の一番の取り柄は従順なところだ。仕事さえしっかりやってくれれば今後は金に困ることもなかろう。ファデュイ以外のものになら何も気にせず大手を振るがいい。チーが劣等感を抱いているとコウが言っていたけど、どうやら本当のことだったようね。先に進めば進むほど自分の優位性が薄れることを恐れた彼はファデュイの説得に応じて行動を起こした。写真機のフィルムはまだ残ってる？じゃあしっかり持ってて。ここからが今晩の目玉よ。収穫があるかどうか全部チーにかかってるわ。酒はまだあるか？杯いっぱいに注げ。今日は気分がいい。もっと飲もうじゃないか。
もちろん。後でお前が送ってくれよ。もう残り少ないですが、どうぞ。お好きでしたら今度もう少し買っておきましょう。ブハッ、いい酒だ、本当に。これは。お前、酒に毒を。いつの間に。驚きましたか、ユスポフさん。お前、こんなことをして分かっているのだろうな。何がいけないのですか。この座に着くまで私は何年もかけて勉強し思考を重ね、あまつさえ自分の死にまで手をかけました。それほどの苦労をしたのに、喜んであなたの傀儡になるとでも思ったのですか。あなたたちを含め、私は誰にも頭を下げるつもりはありません。愚かな、ファデュイの後ろ盾をなくしたお前がその位置に座り続けられるわけがない。それに俺が理由もなく姿を消せば、大使館がお前たちに説明を求めるだろう。隅にある干し草は見えますか。あの下にはありったけの爆薬があるんですよ。それに隣の暗い部屋にはあなたが手配した黒岩城の3人の潜伏者もいる。あなたが意識を失った後、ここに火を放ちます。火はゆっくりと干し草を伝って爆薬までたどり着き、崩壊した遺跡が全てを埋めてくれます。お前、黒岩城にあなたと潜伏者が連絡をしていた証拠を残しておきました。やがて2つの失踪事件は結びつき、真実がゆっくりと明かされるでしょう。ファディは黒岩城に潜伏者を手配し、遺跡を爆破する特殊爆薬を盗んだ。夜更けに堅固な地盤を破り、ここに埋まる宝を持ち去ろうとした。しかしそこで間違いが起こり、全ての発案者が事故死してしまった。確たる証拠の中、大使館は説明を求めるどころか、逆にあなたの自発的な行動だったことにするでしょうね。彼らはそうやってあなたの単独行動を説明し、同時に自らの潔白を証明する。もちろんもう私とは関係のないことです。私はこれを機に聖教ら再開発計画を取り消し、弱みも汚点もない天数になる。ちぃ、それで完璧だとでも思ったのか。毒薬の件、俺たちの接触、俺の今夜の外出まで、ファディは全て記録しているのだ。俺が死した後、必ず調査が。記録？お？それはあなたの副官ティオファンが持っている記録のことでしょうか。なぜそれを。あなたが私に接触した時、同時に私もあなたの周りの人間に接触したのです。今日あなたに持った毒もティオファンから渡されたものなんですよ。後の処理は彼がしてくれるでしょう。あなたがここに永眠することは彼にとっても利益あることですからね。何せ彼はあなたの座っている席に垂涎していましたよ。あの裏切り者め。ちぃ、貴様。安心して行きなさい。今晩全てのものが自分の欲しいものを手に入れる。内情を知る者は処理されるか私の共犯になるかのどちらか。さようなら、ユスポフさん。Thank you.
に調べておいたの。君は万が一の時のために3つの避難路を残しておいた。すでに人を手配しているから無駄な試みはしないでちょうだい。この茶番劇もそろそろ終わりにしましょう。それと先ほどの全過程は全て写真機に撮ってある。チェックはいるかしら。茶番劇、イエランさんが何をおっしゃっているのか分かりませんが、私は今回偶然にもパデューの行動に気づきました。相手の言葉にうまく話を合わせた後、やっとのことで倒したのです。よろしければイエランさんも一緒にこの件を調査しませんか。まだ詭弁をやめないつもり。いいわ、彼の体にある毒を検査すれば天王寺のと同じものかどうか分かる。それだけで十分有罪にできるわ。何も言うことがないのならここまでにしましょう。連れて行きなさい。一歩間違えれば全てを失う。油断していました。あなたたちは彼をつけてきたのですね。なるほど、自分は隠せてもこいつを忘れていたとは。少し話をしましょう、イエランさん。私はかつてこの立場に恥じないように行動すると言いました。これだけは保証できます。それで私が着任した後、あなたの利益を保証しましょう。本日ここにいる方を含め全ての方を手厚く扱いましょう。私は不名誉な手段を使いました。それは認めます。しかし私のような執事では他に方法がなかった。そうは思いませんか。まだ問題を理解していないようね。君はどう思う。そう、チー、賢い者は人生において数々の言い訳を作るわ。でもそれらの言い訳は他人を騙すことはできても自分だけは騙せない。君は他人の尊重を勝ち取りたいと思っている。それは間違ったことじゃない。でも天王寺は最初からあなたを見下してなんかいなかった。そうじゃないの。天王寺は死として父として君と向き合っていた。なのに君は毒薬によってその恩をあだで返した。その時からすでに君のやり方は当初の目的に背くものになっていたのよ。聞きたくありません。私はもっと残酷なことに、君はこの方法でしか目的を達成できないと思っていたようだけど、天王寺なら君に必ずこの機会を与えたはずよ。君が何もしなくてもね。彼は君をこの世で一番信じていた人だった。君が持ってきてくれた魚スープを何の疑いもなく飲めるほどね。もう言わないでください。人生は釣りと同じ、焦りは禁物だ。何をするにしても急いではならない。若い頃はわしもお前さんと同じでいつも自分を証明したいと思っていた。だが後々物事の全てが思うようにはいかず、心を落ち着かせてこそ前に進めるのだと気づいた。お前さんはまだ若い、辛抱強く自分を信じなさい。見えるもので自分の価値を証明しなくてもいいんだ。Gのやつはどこに行ったんだ。こんなに経っても会いに来んとは。忙しいのかもしれませんね。今度来るとき出来たての魚スープを持ってこなかったら入れてやらんわい。何を思い出したか知らないけど、牢獄ならたっぷり時間はあるわよ。あ、忘れるところだった。もしファドゥイに今日のことを知られたら、牢獄も安全とは限らなくなる。ニットを追うならしっぺ返しを食らうつもりだね。でももう一つだけチャンスをあげるわ。
ごめんなさい。私はこれから忙しくなるから、明日の午前に、また頑丈茶室で会いましょう。ここの爆薬は、私が人を手配して取り出すわ。その後で、ある人に会いに行ってくる。オイラたちの手伝いはいるか？いいえ、危険があるかもしれないから、私たちのような専門家がやった方がいい。安心して。向こうが協力してくれれば、ただの交渉に過ぎないわ。それじゃあまた明日。早く休みなさいね。除きました。しかし毒素に侵された体は一朝一夕には回復しません。薬術先生、父は？ご心配なく、処方通りの薬を毎日続けて服用すれば長くとも 2,3 年で全開するでしょう。発見が早かったのが幸いでしたね。あと数日遅れていたら毒素が臓腑にまで行き届き危ない状況になっていたかもしれません。まさかこれほど希少な毒物を手に入れるとは。他類の奴らめ、よほど広いツテを持ってるようだな。だが私たちに出くわしてしまうとは、奴らも運が悪い。それでは天王寺、我々はこれで失礼します。数日はあまり動かず、しっかり休息をとってください。ああ、分かってるよ。ありがとう。来てくれたか。今回のことは本当にありがとう。後で茶を入れよう。お前さんたちにもわしの腕前を味わってもらわんとな。ああ、前は気力が衰えてきていると感じていたんだが、今は随分頭がはっきりしてきたよ。そうなると点数後継者の選考もそれほど急ぐ必要がなくなったわね。エラン、来たのか。事の処理がだいぶ終わったから暇を見つけて状況を見に来たの。依頼はこれで完了よ、天王寺。私から見て地位はこの座にはふさわしくない。でも官位と名伯は育成を試みてもいいと思うわ。ご苦労だった。はあ、人の心は変わりやすいというが、実際に身をもって経験するとやはり落ち込むものだ。オイラの気のせいか。なんだか天王寺、あんまり驚いてないように見えるぞ。天王寺を見くびらないこと。もしも本当に地位を信用して疑っていなかったら、私に視察官なんて依頼しなかったわよ。普段の流れだったら、実は月海艇が視察を担当するの。そうよね、天王寺。ああ、本音を言えば心の底からあいつを信じたかったが、わ
私は天数という立場に責任を負わなければならない。実はチーと知り合ったばかりの頃、あいつがわしに近づいた目的について疑い、裏でいろんな調査をしたことがある。出た結論は、当時のあいつに体などなかったということだった。わしをただ普通の潮流として扱っていたんだ。いつからあいつまで変わってしまったんだ。あいつを直接推薦する考えはなかったが、正々堂々の勝負をさせるつもりはあったよ。出生と名簿、多くの者が重んじることだが、わしにとってはあまり重要ではない。わしが天数になったばかりの頃も名声なんてなかった。関羽お姉様が間に入ってくださって、やっと解決できたなんてことが多々あったんだ。わしが本当に評価していたのは、あの子の賢くて負けず嫌いなところだったのさ。確かにチーは賢くて慎重な人だわ。情報から見るとパドゥイ側は彼に対してあまり警戒していなかった。でも一方、チーは毒を盛るために入念な準備をしていた。彼が選んだ新月剣の強いお酒は、その強烈な辛さで毒薬の酸味を隠すことができるの。ファドゥイの役人が程よく酔い、最も油断している瞬間を見計らって毒を盛った。彼は買っておいた酒壺の中に毒を隠す段取りをつけていた。壺の中の酒が減った後、何食わぬ顔で壺を振れば、仕切りの中の毒薬が酒に入る。その後、チーの所持品からは解毒薬も見つかったわ。もしもファドゥイの役人が疑いを示したら、チーも一緒に毒酒を飲んで、機会を見計らって解毒薬を飲むつもりだったのね。でも毒薬は体を犯すんじゃないのか？ええ、もし本当に毒酒を飲んでいたら、たとえ解毒薬を服用しても大きな後遺症が残ったでしょうね。自分自身に対しても彼は躊躇しなかった。チーは今どうなってる？牢獄にいるわ。縁妃の言葉を借りれば、この世の全ての罪にはそれ相応の代価を支払うべきだから。でも彼はこちらに協力的な態度で交渉を断らなかった。だから私も警備を増やし、彼が投獄されている間の身の安全を守っているわけ。裏で手を下そうとするファドゥイから彼を守るためにね。交渉？あ、チーを逮捕した時にユランがチーに言った話か？ええ、私はチーにはあまり興味ない。もし今回の出来事がチーとしか関係していなければ、途中で部下に任せてもよかったの。でもファドゥイと関係しているとなれば、話は面白くなってくる。大きな魚を捕まえられる気がするでしょ。捕まえられたのか？あと一歩のところで残念ながら逃げられてしまった。天王寺もイエランも何言ってるんだ？おいら全然わからないぞ。チーはファドゥイと結託して天数の位置を狙ったでしょ。逆に言えば、ファドゥイは天数選考に干渉したことになる。あのユスポフというファドゥイの役人は私たちの手の中よ。チーの口述と合わせれば、外交の場で攻めを続けられるわ。それにユスポフの副官であるティオファンも操れるわ。彼をファドゥイ内部に潜入させる駒として扱える。こういう駒は重要よ。肝心な場面ですごく役に立つんだから。でなければ早起きもせず。私が何のために忙しくしてたと思ったの？じゃあ成功したのか？半分はね。前半は順調にいって、資料もすべて行幸様に渡した。でも私たちが接触しようとした時、ティオファンはすでに失踪していた。すべての証拠もろともね。対応がこれほど早かったのは、おそらくファデュイの方もこちらに目を配らせているからだろうな。他のつてから得た情報では、パトゥス不死者が関与しているようだった。
ハデイの主力はこちらにいないから、プシャもこれを遊び駒として扱ったのでしょう。ティオファンに逃げられたのは惜しかったけど、未だリーユエに目をつけているファトゥスが誰なのか分かった。私の今後の仕事にも方向ができたわ。そういえばイエラン、お前さんは天数を引き継ぐつもりはないのか。何日か前に頑丈茶室でお前さんも興味を持っていたようだったろう。わしから見てお前さんの能力なら十分適任だ。あれね、もちろん冗談よ。私はやっぱり今の生活が好きなの。危険もスリルもあるし、そしてそれは暗部での行動だからよ。もし天数になったら、暗闇にも危険にも首を突っ込めなくなるじゃない。さあ、話はここまでにしましょう。私はもう行くわ。あと何日かしたら遠出するから、事前に準備しておかないと。どこに行くの？もちろんまだ秘密よ。でも君たちのおせっかいな性格からすると、今後も何かのトラブルに巻き込まれることになりそうね。次の危険な場所でまた会えるかもしれないわ。それまで決して油断しないこと。君たちを狙ってる勢力は結構な数よ。まだ何か質問があれば天王寺に聞いてちょうだい。今回の一件で天王寺も君たちに一つ借りができたんじゃないかしら。